よし、お前ら行くぞ。一つ聞き忘れたことがある。申してみろ。コムだからどうやって助かった？あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに解放まで。運の良い男め。お前や一味はどのように？逃げたんだよ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。侍でもかなわない。俺たちに何ができる？こちらの精鋭を出せ。我が口の悪徳な侍。待たせてしまったな。助けに来てくださってありがとうございます。道中気をつけよ。お受け取りください。竜像は破壊に。そろそろ戻ってくるはずだ。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓には呪し術も。
船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の敵を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。櫓から目を離すな。分かったよ。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ龍造。でしたか。ここじゃないな。抹茶はさっぱりだ。ほら食料、まずは様子を探ろう。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。硬い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すほどじゃねえな。急兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らは気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きな。行くぞ浜に降りよう。聞こえたな。
行く。頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね、何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに。用意ができたようだな。松明を頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。急がねばならぬ。貝を持て。ここまでうまくいくとは。火に気を取られるからだ。音を立てるなよ。食い物を探そう。なるほど。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。何もないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。まあいいさ、昔の話だ。超えたか。4人、いや5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあさあ急ぐぞ。次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。Oh, my God.
は何だ。蒙古の兵略図か。龍蔵と話そう。畜生、俺たちの食い物が。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしか。行くぞ。見つからぬよう隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。ユナにまた会わねば。ユナに話を聞いてみねば。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな。石川先生と足立政子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとヤモメの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。タカに会って話は後で。坂井様、打ち終わりました。お待たせしてすみません。縄の先に。もし太刀のお手入れをいたしませんか。
出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。四方を探し回ったんだぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ？好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ。それがどうかしたのか？覚えてるか。武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で打ってきて腕が折れかけたぞ。加減すれば誰もが気づいただろう。だからって本気で打つか？負けるわけにはいかなかった。俺ごときにってことか？そうは言っておらん。生まれのいいお前と違って、俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって？嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった？なんでだろうな。お前、お松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした？お前より名が知れて不満か？ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら。時期暗くなる。出発はできそうか？手立ては道中で話そう。よし、てめえら行くぞ。やたて取りで仲間はあそこに捕まってる。どうやって救い出す？どうやって？策を出すのはお前の役だろう。砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？戻れ！役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけば狼煙を上げる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。
Twink! Tarla han Ned hirbiş vech Kom çok yoksa bassın Yok artık ba Yok bitti Sekund açış beri Avantür Atacak daha şu Turgut Hop bunu kıktı Yes!
こっちに来たのは過ちかも。戦争もいるのか。外におる。助けに来てくれると思ってた。に備えろ。合点だ。バルチェラ、のろしを上げて竜像を入れよう。誰が相手。いつでも来い。門を開ければ。仲間、よし、てめえら馬に乗れ。小松でユナに会わなければ。戻ったね。ジン、だから酒はスカン知ってるか。酒井様、もう一度言ってみろ。ケンジ、アホアホ、せめて一口飲んでみろって。アザモのことなんて忘れちまうぞ。もういい、それじゃ代わりに飲んでやる。おのおの方、潮時です。これよりだったや。うまくいくと思う。行かせる。ここから登れそうだな。皆の元へ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。必ず救います、おじうえ。
Perdiu, vamos! のろしずつ、まず万兵を倒さねば。先生、ケンジとオーテモンの番を。心得。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。奮起するか、または突き破るか。お主が決めろ。槍の扱いは試せば。ジン、万兵がいる。俺が先駆けだ。ルーチ、ビシバシキープ。Vai estar lá. Diego! Isso não liga na opção. Se eu me reabarcar, vai ser chargada a vossa. Diego! Já estou sempre. Se o Gassashu がいたらこんなに苦労しないのに。竜蔵名、忘れはせぬぞ。志村様にも伝えよう。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。明暗だな。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。せっ
ユナの手がいるな。待たせるね。備えろ、バッペンがおるぞ。ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。死ねはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。答えよ。
よ。志村殿はどこだ。Самурай, эрбах широн. おじ上、ジンです。ジン、急げ。おくさまらいのほう。おじ上、ジン。来い、ジン。北にいる万兵どもを始末。さあ、行くぞ。猛虎を狩ってやろう。お供いたします。の姿を忘れるな。先生、まさか死んでいった対馬の武士の方、まさか殿、一人鬼が。皆の者、志村様なら資格だよ。今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。お探しのものがあるといいんですがね。お譲りできるのはこれだけです。役に立ちますよ。お達者で。お侍様。酒井様、生きて。どうかそれで勝利を。さあどうぞ。
戦でお使いください。素材が足りないようですね。どうぞ。助かった。どうかご自愛ください。志村様によろしく。ジン。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。志村様はなんて？お主が城のだっ。目指すは豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です？一言で申せば切れ者の獣。誇りなど微塵も持っておらぬ。奴は言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは？本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れと？あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのようなおなごだ？勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。卑しい身なれど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。かけろ。さあ。この匂い。燃える木とムクロ。獣めの目。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば
来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛火だな。騎兵がいます。押し通れ。の木で見た兵、ハーンの精鋭だ。北を攻めておったはず。かがり火台は敵の手に。再び火を灯し、ハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台を全て取り戻す。手始め。援軍だ。挟み撃つ気か。受けて立つ。この大軍が来てるよ。早く守ってる。逆手に取ってやろう。弓を構えて。皆殺しだ。新手は来ないようだ。大義を分かってくれ。
てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。やり我らの意を示してくれる。ハーンに見えるでしょうか。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようで、お話をしたいと。僧兵だと承知した。酒井さん。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった。口寺は無事です。赤島の楠氏の村も産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。ここでよい。敵はあいつの顔を忘れかけてる。楠氏を救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の楠氏だと言われています。赤島で会おう。
減はせんぞ。チャイマンを何のうちの。逃がしてやる。あなたが生きているということは、志村様が自由の身という噂も本当なのでしょうか。どこかに隠れろ。隠れるも何も、この近くにもう子供が野営を敷いてまして、通るもの全て捕らえてるんでさ。調べてみよう。俺に任せておけ。叫び声が。誰かがザモウラに忍び込んだらしい。モウコも腰を抜かしただろう。酒井様、さあこちらへ。御作の伝承を語りましょう。御作？聞かせて。鎧は隠されたままか。他の層がおらぬな。私は奉仕の名を探して連れ戻ってきて、もうことで我らの助けを。
られば死ぬ。新鮮な魚を。太刀についての御用があればお役に立ちましょう。かつて魍魎や悪霊は人の世に紛れておりました。そうした時代の現象を他の層がおらぬな。皆は怪我人の手当て、私は方針らを探して連れ戻してきます。もうことで我らの助けを。酒井様、乗りよう。他の層はどこだ。仲間は無事でしょうか。治療ができるのならば生かしておくはずだ。猛虎は道理が通じぬ獣ですよ。私ならばあなた。礼を言う。こちらへ来てください。ここを通って、酒井様、石川先生も動いてくださってるらしいよ。哀れな猛虎。よしよし。ちょ。足跡だ。
せ。沼の方へ行ったか。よし、方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄をいさめてくれました。兄は狼藉者か。いえ、でも怖いもの知らずでした。幼い頃私はよくからかわれておりまして。大昔の話のようだな。それはもう大昔。ある時袋詰めにされ木へ吊るされそうになったところを兄が鬼のふりをして皆を追い払いました。おかげでそれっきり。大した男ではないか。方針曰く僧兵は怒りに駆られていると。ですが私の薙刀は少ない犠牲で多くを救うもの。そこに怒りはありません。いました。お主は残り。侍はあなたか。方針はおるか。方針。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。無事か。怪我人はおり。誰か見たやもしれんな。お侍様。酒井様、お助けくだ。
ことだったな。おじとおいが隣り合って戦ってよ。大勢の猛虎が城を守ってたんだろう。そう、それなのに。